今年はたくまという言葉を大事にしていきたいと思います。技術も人間性も磨き上げていきたいと思います。2023年は志を高く持って行動していきたいと思います。2023年は感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいと思います。私が新年を選んだ理由は、私ならできるって思いながら仕事に励んでいきたいなと思ったから新年にしました。私は何事にも誠実に誠意を持って取り組んでいきたいと思います。今年も愛を持って全てに臨んでいきたいと思います。愛だろう。愛。健康経営。